スノーマン、岩本照、深沢達也、ラウール、渡辺翔太、向井浩二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介、が7日、東京、新橋演舞場にて舞台、滝沢歌舞伎ゼロファイナルの公開ゲネプロ、初日前会見に登壇。目黒がメンバーにも話したことがない、滝沢歌舞伎への特別な思いを語った。目黒蓮、滝沢歌舞伎への特別な思い語るスノーマンにとって集大成となる今回の舞台。こだわりを聞かれた目黒は、オープニングブロックで披露する、春の踊り。古という楽曲を挙げ、この2曲は絶対に入れたいという気持ちがあって、それは皆一緒だと思うんですけど、その中でも個人的にすごい特別な思いみたいな瞬間があって、としみじみ語り始めた。目黒は、みんなにも言ったことがないんですけど、古のイントロの振り付けは、僕が昔滝沢歌舞伎に出ていた時、スノーマンに入る前で、スノーマンだけがやる振り付けがあって、それを毎回かっこいいなって思って見ていて、今回それができて。それも感慨深くて、ありがとうございました、と今回一緒にできたことを喜び、メンバーに感謝した。高い身体能力を持つ彼らの、ダンスパフォーマンスを前面に押し出した楽曲、アクロバットをはじめ、歌舞伎、腹筋太鼓、ネズミ小僧などに挑戦し、観客を魅了し続けてきたスノーマン。今年はスノーマンが初めて演出も担い、滝沢歌舞伎ゼロのファイナルを飾るにふさわしいステージを披露する。2006年に誕生した滝沢演舞場は、2019年に滝沢歌舞伎ゼロ、そしてさらなる進化を遂げ、これまで本シリーズに出演を重ねてきたスノーマンに主演が引き継がれた。また、2020年には、滝沢歌舞伎ゼロ2020ザ・ムービー、そして映画化を果たし、大ヒットを記録するなど、舞台の枠組みを超え、幅広い層に感動を届けてきた。